こんにちは、スワラジ工房です。はい、今ですね、シベリア鉄道ハバロフスクからウラジオストクまでの電車の中 で朝を迎えました。景色はですね、こんな感じで延々と続く、なんかモリモリした湿地帯みたいな感じですね。で、畑とかね、全然ないんですよね。こうビチョビチョしてて畑とかやりづらいのかなって感じで、で、今この朝ごはんが運ばれてきまして、で、こういった感じで、なんかかっこいい、なんかビールジョッキみたいなので、結構安定性があるビールジョッキみたいな感じのチャイグラスですね。あ、ここにあの2つの首の2つの頭のわし、皆さんご覧になりますか？はい、東ローマ帝国、ビザンツ帝国の紋章ですね。はい、で、2つのわしの紋章ね、あのパスポートとかにも、パスポートじゃねえや、ビザとかにもこうあったりとか、コインにもありまして、で、コンスタンティノポリですね、イスタンブールの、あの正教会の総本山の教会にも、こう、これが、この紋章が刻まれております。はい、で、朝ごはん、ブリヌイです。パンケーキですね。で、あ、ちょっとあったかくなってる、ちゃんと。あとはなんかランチボックスって感じで。こんな感じ。はい。で、これ、料金がですね、ハバロフスクから、これ、2等でハバロフスクからウラジオストクまで、で、大人が4000ルーブルで、子供が2000ルーブルってことで。で、ちょっとブリニー食べてみましょう。皆さんの前で、じゃあ、イエスミルナーいただきます。うん、豚肉だ。肉だ、肉まんですね、これ。はっきり言って。パン生地の中の肉まんって感じで。あ、ダーチャだ。あそこになんかポツポツちっちゃい家みたいな、小屋みたいに見えるの、あれダーチャですね。ああいう感じのところ、大体ロシアの人たちアパートとかに住んでるから、一軒一軒自分のダーチャを持っていて、で、週末とか夏の間はこっちで過ごすみたいな感じで、畑とかやりながらですね。で、共産主義時代からこうみんなにこう人々に与えられて、あ、かわいい、かわいい形だな。はい、で、ロシアがあの経済的に大変だった時ですね、あのロシアがソビエト連邦がなくなって、で、みんなこう食べ物とかなくなって、高く物価高騰した時も頑張ってここで自分たちで野菜作ってしのいだという歴史もあるんですね。なんせ国土広いですからね。で、人口も国土に対してはそんなにいないから。はい、やってきました、ウラジオストク駅ハバロフスクから一晩かけて、モスクワから9288キロですね。で、モスクワから7日間乗ってきたらかなり感慨深いでしょうね。で、車内では、ね、結構快適に過ごせて、こういう感じで、で、僕ら2人だったんですけど、なんかこう他の人たちが全然来なくて、個室状態で結構リラックスできましたね。で、丘の上に見えるのがウラジオストクの、あの辺にホテルが並んでるんですね。で、あの辺に行くと海が見渡せるって感じで、では、これから市内に、ホテルに向かって市内に行ってみましょう。